茶柱天子は超高校級の合気道家なんです。あのさ、そうです、ちなみに表向きは超高校級のマジシャンということになっとるがな。そっか。あのさ、そうだ、いや、そうじゃな。畜生。
ねえ、メス豚、あのさ、おい、細胞と歴史的な美貌を誇るあの美人すぎる天才、超高校級の発明家イルマ・ミュー様だぞ。
あのさ、僕の名は新宮寺コレキオ、超高校級の民族学者と呼ばれているよ。おや、そっか、民族学は美しいよ。僕は人間っていいよね。だとすると、
丈夫？もちろん。檻？壁？なんだよこれ、あっちもこっちも囲まれてる。どうなってるの？
ねえ。いて。あのね。そうそう。あのさ、おい、え、いいか、そうだ、おう、俺は宇宙に轟く桃田海斗だ。泣く子も憧れる超高校級の宇宙飛行士だぜ。次は、でもよ、え、ああもう、そうだ、もう、おう、でも、おう、やってやろうぜ。もしかして、ありがとう。え？ごめん。紳士だから。名前は極原ゴンタで、超高校級の昆虫博士。ゴンタは紳士になりたいんだ。本当の紳士を目指しているんだよ。
え？でも。ゴンタは。よかったよ。邪魔してるで。もう。何言っとんねん。E is all that remains of a once powerful yokai. ねえ。Right now, you're on the threshold of an amazing adventure, yokai. あ。もしかして、やめてよ。それにしても、私は超高校級のメイド、東條きるみよ。困ったことがあったらいつでも言ってね。
そうだよね。いいえ。いいかしら。メイドだもん。みんなのために。あれ？あのさ、
そうだね。そうよね。けっけっけ。待ってください。やめてよ。大丈夫だよ。よかった。バカか。心配すんな。俺に任せとけ。なんだろう。どうした。ほら。あ、大丈夫っすよ。それで、だとしたら。
この試合だよ。醜い争い合いはやめるのです。その声は お父ちゃん。僕こそはこの新世界の神であり、そして最終学園の学園長。そう、モノクマだよ。お前らどうも初めまして。わーい、ヘルヤー、我が子たちよ。まったく、かわいいな。いや、お父やん、バカ言うな。おもろなってきたやん。だから怒ってないって言ってるだろ。いやー、お父ちゃんがスーパーモノクマゴッド、スーパーモノクマになった。正しい心のモノクマが6匹集まると変身可能なスーパーモノクマゴッドのパワーを持ったスーパーモノクマだね。この星がめちゃくちゃになるレベルでこねくり回しすぎの設定だぜ。せやけど神と神の戦いにふさわしい迫力やで。
かく。思いつかないってことはいないんだってば。むしろ鮮烈に思い出した。うげげ、さすがはお父ちゃん、引き出しが広いぜ。とある少年に偏ってるけどね。しないよ。っていうかさ、つまりふざけないでください。あれあれ、やだな。ぷぷぷ、
はーい。あのね、貴様らの間で殺人が起きた場合、全メンバーが参加する学級裁判が行われるんだよ。学級裁判では殺人を犯した黒とそれ以外の他の生徒の白が対決するんや。この学級裁判の場で黒は誰かを貴様らに議論してもらうんだよ。で、その後の投票タイムで多数決によって導き出された答えが正解だった場合は、さあ、殺人を犯した黒だけがお仕置きされて、やっぱり残酷だわ。想像しただけでグロくて吐きそう。殺人を犯した黒だけがお仕置きされて、残った他のメンバーで共同生活を続けるっちゅうわけや。ただし、もし学級裁判で間違った人物を黒に選んでしまった場合は、罪を逃れた黒だけが生き残って、残った白全員がお仕置きされてしまうんだよ。ヘルイエー、これが学級裁判のルールだぜ。ブヤイヤイヤ。ショイの、あのね、なんつうか、まったく。あのさ、世界と一緒だよね。罪がバレたら罰を受け、もちろん命がけの罰だよ。だってこれって殺し合いだからね。ヘルイエー。え、グロいわ。ビンビンだぜ。え、あ、さてと、ワクワクドキドキ、今回も殺し方は問いません。撲殺が好き？刺殺が確実？考察はコスパがいい？毒殺が楽ちん？射殺でも応殺でも小殺でも敵殺でも歴殺でも爆殺でも斬殺、感電殺、落殺、受殺、圧迫殺、出血殺、小殺でもお好きな殺し方でお好きな相手をお好きにか。最終学園はそのための学園なのです。才能あふれる天才高校生を閉じ込め、殺し合いの一番を競い合わせる場、その舞台となるのがこの最終学園なのです。参ったっすよ。でもさ、やめてよ。
違う、私が。いいね。大好きなんだ。